どうも山野です。今日のテーマはガソリンストーブです。あなたはガソリンを燃料としたストーブを知っていますか？ガスやアルコールのバーナーと違い、寒さに負けない高火力が魅力的なストーブです。でも扱いがやや難しく、簡単に使えるバーナーとは言えません。手軽で使いやすいガスバーナーが多いのに、未だにガソリンストーブも人気があるのって不思議に思いませんか？今回はそんなガソリンストーブの中でも比較的初心者向けである外のぬかストーブというモデルを例に説明します。ガソリンストーブを使うメリット、デメリット、実際に使用して便利だったこと、難しいと感じたこと、おすすめモデルをまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。この番組では登山をより楽しむための道具選びについて発信しています。ぜひあなたもチャンネル登録して一緒に登山道具選びを楽しみましょう。まずはガソリンストーブを使うメリット、デメリットについて触れてみます。まずデメリットから挙げると大きく3点です。慣れるまで使い方が難しい、燃料が液体なので取り扱いにコツがいる、ガソリンの入手はややハードルが高くなってきている、この3点になります。1つ目は慣れるまで使い方が難しいということ。ガソリンストーブは後ほど実際に使ってお見せしますが、主な手順としてはポンピングという動作によってガソリンボトル内の圧力を高め、プレヒートという準備のために温める作業、そして実際の着火というような手順を取ります。これは他のガスバーナーやアルコールバーナーにはない手順なので、初めて使うときは戸惑うでしょう。この参入の敷居の高さというのがガソリンストーブにはあるんです。逆に言うとガソリンストーブを持っているとクロート感が出るので、周りの人から一目置かれるかもしれません。2つ目は燃料が液体なので取り扱いにコツがいるということです。ガソリンストーブの燃料はガソリン、つまり液体です。これはアルコールストーブも同様ですが、液体ならではの扱いにくさはあります。特にアルコール以上に匂いがつきやすいので、こぼしてしまうとめちゃくちゃ焦ります。なのでこぼしにくいガソリン専用のボトルを使って持ち運ぶことになるんです。そして3つ目のデメリットとしては、ガソリンの入手が近年ややハードルが高くなってきているということです。ガソリンストーブに使う燃料は2種類です。アウトドアショップやホームセンターに売っているホワイトガソリンか、ガソリンスタンドで給油できるガソリンです。ホワイトガソリンは簡単に購入できるのでいいんですが、ガソリンの方がコスパに優れているので、基本的には車の給油時にスタッフの方にお願いして給油してもらうようなものになります。ただ消防法の関係でセルフのガソリンスタンドでも自分で給油は NG なので、消防法適用のマークがついている蛍光管というのが必要になります。これはガソリンストーブに直結できるボトルを持って行ってもそのまま給油ができないので少し手間がかかります。給油できる場合でも免許証の提示と申請用紙に氏名や住所などを記入するケースが一般的です。これは近年放火事件などにより対応が強化された結果になります。またセルフのガソリンスタンドでは所轄の消防署によっては給油禁止として指導しているようなケースもありますので、断れるようなこともあります。このあたりがデメリットとして挙げられる点になります。お近くのガソリンスタンド実際に問い合わせて確認していただくといいかと思います。ただこんなに面倒くさくても未だに人気のあるのがガソリンストーブです。その魅力って何なんでしょうか？客観的に言えるメリットとしては大きく3点になります。燃料の価格が安い、低温下でも安定した高火力を得ることができる、遠征時にも燃料を入手しやすい。まず燃料の価格が安いということですが、例えば1リットル150円のレギュラーガソリンを500ミリ給油したら75円です。今回例に説明するムカストーブの場合、最大火力で1時間使用すると480ミリリットルの消費があります。これが外のガスストーブであるウィンドバスターと比較してみると、パワーガス250というサイズで税込み638円です。これで 1.5 時間なので、1時間あたり425円と考えると、実に5倍以上のコスパの良さが考えられます。このコスパの高さは大きなメリットと言えるでしょう。で、2つ目は、低温下でも安定した高火力を得ることができる。これは冬キャンプや雪山登山で非常に活躍する理由になります。ガスバーナーというのは、冬に使うと火力が落ちます。だからこそ冬用のガス缶というのが少しちょっと値段が高い状態で売られていますし、そういうものを使うことでカバーすることはできます。またサーモレギュレーターという機能がついたバーナーであれば、冬でも比較的火力が落ちにくいとは言われています。ですが実際に使ってみるとガソリンのバーナーの方が明らかに火力が高いことはわかると思います。というのはガソリンというのは気化熱がマイナス40度なので、国内の雪山登山や冬キャンプでも夏と変わらない高火力を得ることができるんです。冬の登山では雪を溶かして水をつけるようなケースがあって、こういう時に火力が低いと全然溶けないんですよ。全然水ができなくて、もう寒いのに早くしたいのにイライラしてしまうので、こういう時に高火力のガソリンバーナーというのはとても重宝します。これが冬に使うガソリンバーナーの魅力です。最後にバイクの旅だったり海外遠征時とかでも燃料を入手しやすいというメリットがあります。ガソリンは日本全国、海外でも入手がしやすいです。
まあ、EV 車とかが普及してくるとまた変わってくるかもしれませんが、今現状だとガソリンというのは入手がしやすいです。車中泊やバイク旅、まあ、自転車の日本一周旅行などで長期の計画でも使いやすいというメリットがあります。特にバイクなんかだとガス欠時の予備の燃料タンクとしても活用することができます。車やバイクの時にガソリン携行缶というのをまとめて積んでおけばガソリンストーブの燃料としても使えるし、ガス欠時の予備にもなるというような扱い方もできます。このあたりがメリットになってきます。で、客観的に見えるメリット以外のところが大きいと思うんですが、ガソリンストーブのやっぱりロマンがあります。で、手間はかかるし、すごい合理的な道具だとは私は思わないんですけど、でも手間をかけるからこそ楽しいと思える。それがガソリンストーブの大きな魅力だと思います。なので効率重視、時間重視、メンテナンスとかしたくない。そういった方にはガスバーナーの方がいいんじゃないかなと思います。まあ、過去に紹介した P153 というプリムスのバーナーがあるんですが、そういったサムレギュレーターついているモデルでも 冬登山で十分に使えますので、雪山テントワークでも実際にこれまでよく使ってきたので、めんどくさいのが嫌だっていう方はそっちの方が向いてるかもしれません。はい、続いては実際のガソリンストーブの使い方をお見せします。ここまでの説明でガソリンストーブに興味を持っていただいた方は、ぜひこの使い方をマスターしてみてください。実際に購入した後もこの動画を見返していただけると幸いです。まずは携行缶から接続用のボトルにガソリンを移します。私は外のボトルを使っています。で、入れすぎないように気をつけましょう。で、入れたら今度は付属のスマートポンプというポンプを接続します。で、ガソリンのボトルを開けるときにガソリンが飛び出したりしますので、汚れても構わない手袋を使うといいです。で、本体を置きます。で、本体を置いたら今度はポンピングをして圧力を高めます。このバーを上下に何度も動かして圧力を変えていきます。圧力をためる目安はこちらのインジケーターが赤いラインが見えるまでです。この出っ張りが出てくるんです。先ほど本体は直接置いてしまったんですけど、下に遮熱シートを引くこともできます。こちら別日の撮影になりますが、補足のためにこちらで合わせて説明します。ポンピングが終わったら今度はホースを取り付けます。ここの金具を押すと引っ張るとこのように動かすことができます。そこのところにホースの先っぽの尖った部分を差し込んで固定するような形になります。金具を引っ張ってホースを差し込む。で、この辺りの細かい部分、他の動画でなかなか説明してない部分ですので、今回ちょっと説明したくて作りました。で、それが終わったら今度は実際の点火作業。このバルブを引っ張るとロックが解除されます。引っ張った状態でスタートのとこにダイヤルを合わせます。そして点火をします。この点火作業遅いと着火が悪くなりますので、本当だったら先に火の方を用意しておいた方がいいです。で、着火直後はこのように赤い炎が上がります。まあ、15秒ぐらい、もう少し長い場合もありますけど、安定して待っていると火が見えなくなります。夜間だと青い炎が見えるんですけど、まあ、このように 枝を当てると燃えるように、実際には火があります。この状態になったらバルブをランに動かします。シェラカップのような小さいクッカーだとなかなかちょっと上に乗りづらいところがあるので、ちゃんと平らになるようにして乗せてあげます。大きい鍋とかの方が安定します。あと結構火力が強いので、そこが焦げないようには気をつけた方がいいです。鍋とか汁物との相性がいいですね。で、寒い時期だとそういうものじゃないとすぐに冷えてしまうので、やっぱり冬との相性はいいかなと思いました。で、この時は味噌焼き味噌うどんを作ってますね。美味しかったです。で、料理が終わったらランからエアーに変更します。そうするとガソリンのボトルの中の圧力が抜けます。この圧力をちゃんと抜いておかないと後で困ります。で、抜き終わったら今度ストップに変えて、もう完全に停止終了という感じになります。で、うどんを味わっています。使い方の補足としては、同じ高さじゃなくてもガソリンボトルを少し低い位置に置いても問題なく使えました。で、また風がある場合には無足の風を防ぐ風防をつけて使うことになります。
結構ガソリンストーブは風に強いんですけど、全く影響を受けないわけではないので、やっぱり使った方がいいかなと思いました。でその他、市販品でヒートアタッチメントなんかをありますので、こういったものを使うと、周りが暖かいです。このぐらいの距離でも暖かいです。ちょっと暖かいかなぐらい。で、もう少し近づくと、このぐらいがちょうどいい暖かさ。で、ここまで行くとちょっと暑すぎるかなっていう感じでした。なので、冬キャンプとか重さが気にならないような場面だと、こういったものを使ってもいいかなと思いました。基本的にガソリンストーブは屋外で使うようにしましょう。で、テント内で使う場合には一酸化炭素のが発生しますので、一酸化炭素チェッカートを使って安全に気をつけて使ってください。最後におすすめのガソリンストーブのモデルについても紹介しておきましょう。ここまで紹介していますので、視聴者の皆さんももう想像ができているかと思いますが、まず一番最初におすすめするのが外のムカストーブです。で、このストーブをおすすめする理由としては、プレヒートがいらないので、まあ、初心者でも比較的扱いやすいガソリンストーブであること、で値段もコスパがいいと思っています。そういった理由から特に初めてのガソリンストーブとしておすすめになります。で、もうで実は一番人気の外のガソリンストーブってこれじゃなくてストームブレーカーというモデルになります。で、こちらは値段が倍ぐらいするんですけど、何がすごいかっていうと、ガスバーナーとしても使えるし、ガソリンバーナーとしても使えるという汎用的に使えるモデルなんです。で、こちらのいいところとしては、ガソリンバーナーとして使ってみて合わないなと思ったらガスバーナーとして使える。で、目的によってガスとしても使えるし、ガソリンバーナーとしても使えるっていう非常に面白いバーナーになります。ただ器用貧乏になりがちなのかなと私は思ってしまって、今回ムカストーブの方をよく使ってるんですけど、ちょっとガソリンバーナー使いこなせるかちょっと不安だなっていう方はこっちの方を選んでもいいかもしれません。で、他に企画されるものとしては、コールマンのガソリンストーブの中ではスポーツスター2というモデルが人気です。で、特徴としてはポンピング回数も少なくて楽なのと、まあ、給油口もロートみたいなものを使ってガソリンを給油してあげれば、ボトルとかは別に用意しなくても蛍光管だけあれば済むというところもメリットになってくると思います。まあ、コールマンのガソリンストーブも長年人気ではあります。どちらかというとキャンプの方が使われている方が多いような印象ですね。方がおすすめです。で、あとはオプティマスのガソリンストーブなんかもそれなりに使用者が多いと思います。で、こっちのプレヒートは必要なのと、プレヒートの仕方もなかなか本体にアルコールとかガソリンをかけて温めたりだとかで、コツがいるのでミスったりして炎上とかもしがちなので、ちょっと扱いが難しい部分があります。どちらかというとキャンプの方だとこちらおすすめですね。上のところに大きな鍋とか乗せても安定しやすいのがいいところかなと思います。で、このあたりが選んでいただく候補かなと思います。初めて使うんだったら外のムカストーブかストームブレーカーあたり、キャンプだったらコールマンのガソリンストーブやオプティマスのモデルも人気だと思います。今回は冬の寒さにも負けないガソリンストーブというものを紹介しました。手間はかかりますが、使いこなせば寒さも関係なく楽しむことができる道具になりますので、ぜひ活用してみてください。という感じで、このチャンネルでは登山道具に関する様々な情報をわかりやすく説明しています。今回の動画が役に立った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、山野でした。バイバーイ。